びっくりしたままこんなに水ぶくれになってると思わず大丈夫？痛いね、うん、じゃあ薬もらいましょう。はい、今からね薬をもらうんですけど、足結構ひどかったですね。こんな大きくなっちゃいました。なんかね、ママはねもうちょっとね軽いやけどだと思ってたの。でも学校はさ、やっぱさ、念には念をじゃないけど軽くても一応病院行ってくださいっていう感じだと思ってたの、うん、結構水ぶくれすごかったね。やばかった、やばかったね。なんかプツプツプツみたいな結構大きかったよね。しょうちゃんもびっくりした？びっくりしたよね。だって学校見た時になかった、うん、なのでなんかちょっとね強めの薬を塗って、ね、ここね貼ってあるから丸一日このままにしてくださいっていうことなので。お風呂入れない。髪だけ洗う。髪だけはこうやって洗う。これさえ濡らさなければ別に、あとは健康なんだから大丈夫。あとは健康。そうそうそう。足の裏洗いたかった。足の裏も洗えるよ。別にこうここから濡らさなく、膝濡らさないで足の裏だけこう洗うとか。今日シャワーで足の裏洗う。うん、そうだね。じゃん。ニコビ、あ、あったあったあった。すごいよね。ママがちゃんと、ママちゃんとひろちゃん。これも買おうか。これも買います。後でじっくり読まなきゃね。うん、買います。買います。そう、ニコプチもね、ずっと買う予定だったんだよね。ポップティーンはちょっとお姉さん向けすぎるよね。しほちゃんには。見てんだよ。アベマTVでちゃんと。うん。コップ戦とか。そう、見てるよ。まあでもしほちゃんにはまだやっぱこっちの方がいいかな。というわけで、早いというわけで。ニコラも可愛いけどね。あ、コンシーラーとかお化粧品だね。ね、でもこれもさ、うん、大人向けで、お次は中学生って。そう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 。確かそうだよね。書いてあったもん。どこ中学生って。どこに書いてあるの？どっかに書いてあった。書いてなかったら小学生なんですよ。これ書いてあったよね。ほら、女子小学生ナンバーワン雑誌、小学生用の雑誌。これ中学生だけどももかちゃんとかいいから、うん、これ何雑誌って、これ今回なんだっけ、付録。あ、アルジーのバッグなんだ。可愛いでしょ。あ、でも秋っぽくていい色だね。いい色、ベージュ。これね、んあ、ふわもこファーポシェット。これちもバッグじゃん。バッグだ。可愛い紫でいいじゃん。じゃあ買いましょう。はい、これ穴開きサングラスですね。目がよるから。え？目が良くなる。そう、目が良くなる。リム目視力悪いんだよ。片方悪いんだよね。だからやってるの。うん、はい、しほさん。おはようございます。いや、こんにちは。こんばんは。はい、じゃあね、やけどのことなんですけど、この前、まあ途中経過みたいな感じで。で2回目のね病院も行ってきて、うん、見てもらったんですけど、来週の水曜日また行きます。そう、まだね通院中なんです。来週も行かなくてはいけなくて、で一応先生が言うにはばい菌はね入ってないということでよかったんですけど、でもねやっぱりね跡がね残ってしまうということで、ちょっとショックですね、それは。そうですね。多分残るの？うん。先生に聞いたら、一応やっぱ水ぶくれになっちゃうと跡がやっぱ残ってしまうんだって。なった時点でもう奥にある、うん、皮膚、うん、なっちゃうって先生が言ってました。なのでもしほちゃんすごいでっかい水ぶくれボンボンってできてて、うん、ね。ダメだ。先生に聞いたら。聞いたら、ダメです。多分残っちゃうねって言ってました。リミの後をついてるから大丈夫ですよ。ん？何の後？ああ、リミちゃんはでもやけどじゃないからね。これはただ転んだ傷ですね。でも1年生の時に転んだ傷がいまだにこう残っちゃってんだよね。そうなんですよ。で、なんかばい菌が入るともっと跡が残るみたいなことですよね。だからもしかしたら残っちゃうかもしれないけど、極力薄い感じでいけるかもしれないから。だからその今のこの手当てとかこの過ごし方とかそういうのも若干関係するのかなと、ね、ばい菌が入んないようにするっていうことで。で、先生にちょうどねスポーツテスト中で次の日 50m 走のねタイムトライアルみたいなのあったんでしょ。でやっていいかどうかね一応聞いたんだよね、先生にね。聞いた。そしたら「うん」って言ってて「うんできればねやらない方がいいけどテストなんだよね」ってね先生言っててねまあでもいずれやるんだったら、まあ、ちゃんとこう包帯っていうか、保護して走る分にはまあいいかなっていうことで。はい、ということで今からしほちゃんの朝と晩いつもね薬塗ってガーゼ取り替えたりしてるんだけど、それをね、はい、今からねやります。傷を見せるんですか？傷はどうしますか？傷はいいかな、うん、私がやってる美容場、これはねビンゼロンを塗ってます。反対じゃない？こちら、こちらはまず頬に塗ります。塗りません。次にこちらのこちらでこうに塗ります。塗りません。ちょっと傷はね見せません。黄色。あ、それも見せない。まずこの薬をねまんべんなくたっぷりとね塗ります。痛くない。全然痛くない。もうね痛みはないんだよね。リミちゃんちゃんとシロム抱っこしててね。うん。そしたら上からね。うん。あれ取ってます。そしたらこのね上塗りっていうねちょっとなんか厚めの薬で、はい、この薬をね上からなんていうのカバーもうたっぷりだよ。たっぷりドバーっとつけて、そうそんな感じね。薬が落ちないように保護する役。これが薬というよりこれはただ。こう蓋をするみたいなことする。でもちゃんとね治す薬も入ってる。うん。こんな感じで。そしたらガーゼをつけます。じゃあこの先はちょっとね。あ、片手できる？でテープで留めます。まあこのテープは本当ざっくり止まればいいですね。でね、良かったのが100均で売ってるなんか包帯、肌色のなんかさ肌に優しいくっつく包帯ってなんか巻くだけで取れないの、くっつくの、そういうのがあって、それすごい固定できて良かったよね。めっちゃ良かった。だそれをねダイソーでね買いたいんだけど、昨日ね買いに行く予定だったんだけど、大雨で行けず。ね、そうちょっとダイソーまでの道のりが1個川があってねちょっと怖かったので、川あったね、だからちょっと念のためやめました、昨日は。あ、川あるね。うん、だからちょっとそこね水が怖かったから昨日はちょっと買い物諦めて、そうで最後にこう網をね、しかもこのね網もね100均です。このテープも100均。そう一回ね薬局でちゃんとしたって言い方あれなのかもしれないけど買ったんだけど、ちょっとね緩かったんだよね。そうで結構ガーゼがね取れちゃったりとかで、はい、何気に100均が一番こうピシッとしてよかったというね。100均が100均ってすごいなと思って、やっぱ100均ってすごいね。ん？やっぱ100均ってすごいなって思いました。はい、こんな感じでいつもね朝晩と朝晩着る夜消えるといいね。あとねねりみちゃんも祈ってひろちゃんも何枚だ何枚だそれ祈りなの？祈り何枚だ何枚だちらも一緒にせーの何枚だ何枚だ何枚だ